皆さんこんにちは、アイチャイナーの今野アイです。本日もご視聴ありがとうございます。本日のテーマは皆さんも申請してますか？こちらについて取り上げていきたいと思っております。今回マイナポイントにさせていただいたのかというところなんですけど、私がすごく申請に関して調べるタイプなんですね。例えばふるさと納税やられてますか？あとNISA、イデコ知っていたら得する、知らなくても損するわけじゃないけど知っていたら得することって今日本でいっぱいありますよね。そういう、まあ、お金に関わるようなところもこれから取り上げていきたいなと思っておりますので、今回の話題としてはマイナポイントをトピックスさせていただきます。マイナポイントはそれぞれの業者があって、で、それを選択して登録するところから始まります。登録する前にはマイナンバーカードが必須になるので、申請されてない方は、通知カードでは申請ができないそうなので、カードの申請からまずは始めていただいた方がいいのかなと思います。マイナンバーカードを申請して受け取っていただくと、家族の分の枚数分カードがあれば、その枚数分の応募がマイナポイントの還元の対象になるので、全員分申請されることをおすすめします。なんでおすすめなのかっていうところが、最大人数また載せておきますね。何人か決まっていて、その人数分、最大で5000円還元される。2万円で5000円までの還元をされるっていう今回キャンペーンでマイナポイントの申請ができるんですね。どこにするのかっていうところも、5000円がマイナ事務局からいただけるんですけど、業者ごとにさらに上乗せで何ポイントって上乗せた金額を各社で集ってくださっていて、ポイントが得なところで申請した方が得じゃないですか。なので今回私が選んだ業者、家族も巻き込んで選んだでいいなって思ったのがこの3つを選んだなんですけど、1つがスイカ、もう1つがワオン、あともう一つが、メルカリで選択しました。5000円だけじゃなくて5上乗せがあって自分が使いやすいっていう理由でなんですけど、まあ、そこの部分ですね、使いやすい業者をこう選んでいただければいいと思うんですけど、で、ぜひ今回で上限も達すると、もうこのマイナーポイントの還元受けられなくなってしまうので、9月の1日からもう始まっています。で、そこで使った方限定で、もう私は使い終えました。人数限られてるので、ゆっくりしてると終わってしまったら、ああ、やっとけばよかったな、っていうことで、損してないけど、得してないこと。って多いと思うんですけど、その一つになっちゃうので、やらなくて損はしないんですが得はしないので、よかったら皆さんでマイナポイント申請一緒にしましょうね。で、今回の動画いいなって少しでも思っていただけた方はぜひチャンネル登録をお願いします。で、いいなと思っていただけた方はグッドボタンも、なかなかね、こう押すのめんどくさいって思うんですけど、押していただけると喜びます。はい。あと、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、内容もそれぞれ違うこと載せております。
インスタグラムは日々グルメとかが多いですかね。今までグルメ系の、まあ、雑誌とかネットの編集のお仕事をしていたことがあって、グルメのことをカメラの研修を受けてたんですけど、それもあってグルメ系は載せていて言ってますね。でインスタグラムには格言の載せられなかったいいなと思っている言葉をオフショット載せていっておりますので、そちらもぜひご覧ください。では本日もチャンネルの王の愛の動画ご覧くださいまして、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできるのを心から楽しみにしております。Thank you.